こんにちは、ハッピーカムの松浦幸です。今日は出産お祝いの、ブーケを束ねたいと思います。ご依頼の内容が、仕事でも責任のある役を任され、家庭では子供のことで悩みの尽きない毎日を送っている、後輩さんへ癒される時間がほとんどないと思うので、後輩が大好きなお花で少しでも癒され元気になってほしいなという思いを込めて、あとあとドライフラワーなどになって楽しむことができると嬉しいですというふうにいただきましたので、ナチュラルな、深呼吸をしたくなるようなドライフラワーにもなるブーケを束ねたいと思います。では早速束ねてみましょう。その前に花材の説明でしたね、何回やっても慣れないね、ワイルドフラワーのスパイダーマン、かっこいいですね。どういう咲き方でしょう。鉢物でもよくありますね、赤いねお花で。はい、ポプルスベリー、幸せが実るというね、意味合いを込めて今日は実物をたくさん入れたいと思います。アルビフローラ、つぷつぷ球体が可愛いですね。そして、サムシングブルーにピリリとちょっと効かせたくって、エリンジウム、このまま、ブルーのお色を残したままドライフラワーになってくれます。そしてスモークグラス、ゆらゆらと柔らかい、風を感じる、お家の中でも風を感じる、素材を入れていきます。シースター、グレビリア、表がグリーンなんですが裏がこのシルバーがかった白っぽいお色で、綺麗に表面は少しグリーンがくすんで、黒っぽくなるんですが、裏葉はこのまま綺麗な、白っぽさを残してくれますので、こちらを生かしていきたいと思います。ユーカリ、そして香り豊かなブルーアイスです。お家にいながら森林浴っていうね、その香りがするようなブルーアイスとユーカリを使います。そしてくにゃくにゃっと動きを出していきますので、エニシダ、面白いですね。これどう生えてるんでしょうね、こうニョキニョキね、どんなんなんだろうね、見たことある、これ生えてるとこ。エニシダの森って面白そうやね。はい、では早速束ねてみましょう。さあ何からいこうかな。スパイダーマンから持って、なんか嬉しいね、こうその後輩への愛情いっぱいなブーケ、素敵やんね。今日はずっと、YouTube を見たい見たい、撮影してるとこを見たいって言ってくれていたスーヤンが来てくれました。こんにちはそしてそして春子先生と羽根ジャーもいます。こんにちはそしてそして奥にはアッキーもいます聞こえへんかなこんにちはどんな風にね、YouTube を撮ってるのかずっと見てみたかったんですって。こんな風に撮ってますかっこいいです今監督からゆっくりっていう指示が出ました
なんかいつものペースでやってしまうと一瞬で終わってしまうゆっくりしっかりとね、癒されてほしいなっていうその気持ちを込めて、心がすがすがしくね、ちょっとこう深呼吸してはーってすっきりするようなブーケにしていきます。この花材はもうこのまま完全にドライフラワーになるので、お水替えだけねしっかりしていただきながら楽しんでいただいて、そのまま少し葉っぱがくるくると巻いてきたりしたら、お水を抜いて、ドライフラワーに逆さに吊るしていただいてもいいし、そのまま花瓶に飾っていただいても綺麗にドライフラワーになると思います。なんかよく分かってはるよね、そのどんな生活で、後輩ちゃんが忙しくってそうやってお花をが大好きだけどお花の手入れする時間もちょっと大変そうだからって、できるだけ手入れがいらない、ブーケでっていう風なご依頼でした。愛だね。あれなんか想像以上にスーヤンが静かですね。喋っていいのかどうかめっちゃ頷いてます、ね、すっごい頷いてくれてるけど喋っていいんですよ。いいですか？うん、喋ってもらった方がいいんですよ。意外やんね。なんかいつもいないんだよ、ずっと見たかった。さあ、かっこいいね。ナチュラルラ英語っぽくなっちゃった。なんか毎回いろんなお気持ちを束ねさせていただくからこれねちょっと目線からもういや消えてた今日はみんな教えてくれる。なんか周りも余裕がありますねいつも誰も教えてくれへんねかっこいいね。かっこいいけど優しい。あ、いいこと言う。そう、先輩のそう先輩の優しさです。これは結構ねこのトゲトゲツンツンしている葉っぱを使っているので少し強く感じてしまうようになるかなと思われがちだと思うんですけど、そこに優しさをね入れたくって、癒し、強さじゃなくて癒し、ちょっと柔らかい素材をうまく、丸い葉っぱのユーカリとかね柔らかさをミックスしてます。かっこいいよねこれね。かっこいい、いいね。欲しい。あ、じゃあスーヤンに登場してもらっても持ってもらおうか。心の準備がいろいろと。でもいつかそうやってスタッフもみんなねここに登場してもらうのも面白いかもね。どうですか皆さん、ちょっとここでキュッとしっかりと高低差をつけつつ、かわいいな、いいんじゃないでしょうか。うん、でこのスモークグラスは葉っぱがもうデロンとなってしまうので、省きます。はい、うん、OK。
かわいい、はい、完成です。先輩から後輩さんへの愛情がギュギュッと詰まった、優しいナチュラルなドライフラワーになるブーケです。しっかりとお気持ちが届きますように。ご出産おめでとうございます。うーんいいねこれ、すごいかわいい、素敵、欲しい人、はい満場一致両手上がった、かわいい、